負けチャンネル。こっからの3問は、はい、塩田さんに関する問題です。なんかね、あの的がでかい答えのそんなことないですよ。でも食べ物とかはね、はい、ざっくりしすぎだもん、質問が。ヤスピー頼むぞ。じゃあ早速行っていいですか。はい。塩田さんの好きな食べ物は、うん、逆パターンですね。逆パターンね、はい。私の好きな食べ物は、私自身もなんか曖昧だもんね。そうなんだよ、その意思がね、はっきりしない。何でも好きだから。でも自分でパッて出てこないでしょ。出てこないでしょ。あ、分かりました。じゃあ問題変えましょう。うん、うん、塩田さんの好きなおにぎりの具は。うわー、あー、簡単。あ、オッケーオッケー、これが出た。これはちょっとオッケー、やらかしたんじゃないですか。オッケー、たちゃん分かるよね。オッケーオッケーオッケー、いきましょう。はい、せーの、明太子。明太子、わー、イエーイ、これサービスしちゃった。イエーイ、上村先生、ちょっと、いやもう、これは福岡ですから。そうよ、福岡出身よ。明太子ったーはい。ちなみに増島さんは何の具が好きですか。これクズじゃないですか。たちゃんはふりかけねえ、ふりかけのたらこ。たらこふりかけ。なるほど、みたいな。そうめっちゃ急に安っぽくなる。はい、これで3勝3敗ですね。はい、簡単。これ難しいでしょ。これは難しいと思います。これ多分絶対無理ですよ。はい、いきます。大事なの。まあ無理な問題出すなよ。いやいや、でも答えはあるので。あるんだ。あります、あります。答えはある、はい、はっきりとした答えは絶対あるはずなので、うん、塩田さんが現役時代一番印象に残ってる試合は、あ、いつも何の試合でしょう。あ、そっか。あ、俺が見てる試合だもんな。いやいや、一回も見たことないじゃん。やばいやばい何を言っちゃった。一回だけやろ。そう、それじゃない、それじゃない。大丈夫、違う、それ、それじゃない、それじゃない。それ、それじゃない。初めて試合見る。心臓爆発する。緊張したね。負けんなよって思いながら。それじゃないよ、それじゃないから、ね、違う。もう私は本当に決まってる。あ、それはさ、これだけ一個だけ質問し、はい、いい思い出、悪い思い出。あ、めちゃくちゃいい思い出。え、めちゃくちゃいい思い出。おい、それ難しいわ、分からんな。あ、分かった。分かった。だってね、私のことを本当にね、よく知ってればね、絶対わかる。え余計惑わしたかもしれないですね。うん、私のさ、うん、あの、公演資料とか、あ、絶対わかる。公演来たことない。公演来たことない。公演来たことないんだ、公演。公演聞いとけばよかったな。うん、あった。じゃあ確か、正解からいきましょうか。正解は、2008年の全日本総合選手権の決勝、小串雄海戦ラストマッチ、これだ。どうぞ。全日本総合連続ポイントで逆転優勝。お、合ってますか。合ってる。おっ、イエーイ。これは知ってるわ。これはすごいね。すごいすごい。優勝だ。おー、ちょっとやばい。上村のおにぎりのグレーの確かに。見てないからね、出会ってもない。いやでもね、やっぱテレビで見たことあるから。あー、すごい。きたきた、すごい、よくやった。乗せちゃったんじゃない。いや、俺は見てない試合を言ってさ、うん、俺のこと見てる試合言わなかったよね。大丈夫。え、見てる試合2011の優勝見てるわけでしょ。見てないって言ってんじゃん。だからテレビで見てないってば。私も試合してたもん。いやだからその録画で、あ、見たけど。俺はこの試合見たことなかった。いや、だからすごいよ。いや、すごいな。結果、自分のこと持ち上げる。じゃあ、すごい、ナイス。もう今、何勝何敗、逆転した。今、逆転されました。よし。まだ、塩田さんの。私の、あ、3問目だもんね。難しいんだよな、塩田さんの。でも、塩田さんの2連勝してるよ。俺、やっぱよく知ってるわ。うん、すごいよ。
ダイソー、あ、第8問。はい。何？すいません、第8問。塩田さんが、増島さんの一番好きなところは、だからさっきの逆ですね。なるほどね。はい、難しいなぁ。難しいね。増島さんは俺のここ好きだろ。俺のここ好きだろ。俺のここ好きだろ。俺のね、はい、いっぱいあるから迷っちゃう。てってへへ。師匠です。たっちゃんのすごい好きなところ、やっぱ俺の特徴を見て、うんうん、 OK? OK。 感じ違うかな。違う、あ、違う。あ、全然違う。ちょっと待って、待って、でもこの感情をたっちゃんが絶対かけるわけないもんね。じゃあ待って。2個迷ってて、はい、漢字が分からない。漢字が分からない。すっげえ簡単な字なんだけど、これ。簡単。ちょっと待って、漢字が簡単、難しいですけど、いいと思いますけどね。じゃあ、増島さん、お願いします。肩幅。ねえねえ、なんでやねん。じゃあ、塩さん、几帳面なところ。そういうこと。そう、性格的な。そうやろ。もう買い替わってきた。いや、肩幅漢字で書けねえわ。肩幅やばいっすもんね。確かに、肩ひらがなで几帳面。もう一回見せてもらってますか。幅って合ってるかな、そもそも。肩ひらがな。そういう性格。だって散々さっきも性格だったじゃん。そっか。早くなってきた。几帳面なところでしょう。やっぱ自分にないものっていうところでね。ああ、そういう、あ、そういう、あ、俺さ、もう身体的なものだと思ってた。なんで急に自分だけ身体的なものになったんだよ。ねえ、はい、私だけなんか他のことなのにさ、ストイックって書いたでしょ、あなた。自分だけ身体的なもの。そうか、そうか。あんまりさ、しかも肩幅とか好きな人いるの。いや、俺と言ったら肩幅で。でもそこが好きとは言ったことは一回もない。いや、でも分かるかなと思ったんだよな。いやいやいや、いや私の方が私に対しての正解じゃないとダメだもんね、はい、そうですね。私一回も肩幅好きとか言ったことなくない。ない。はい、マジ二人に払いたくない。こっからはお互いに対しての問題なので、はい、二人で答えが合うかどうか。なるほど、合うかか。初めて行ったデートの場所を書いてください。二人でだよね。はい。ちょっと待って、初めて行ったデートの場所。あ、待って、どっちが先だろう。どっちが先だろう。いや、俺も分かるよ。お、まず初デートだね。いろいろ、いろいろあったからさ。ちなみにそれはやっぱ真島さんがプランとか考えるんですか。いや、まあ、まあ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 、かけよ、まあ、ちょっと待って、まあ、まあ、かけよ。いい、もう大体で一緒。うんうんうん、もうこれだ、絶対。はい、せーの、ドン。ビーチバレーの試合。おお、からの江ノ島。あ、もうでもビーチバレーの試合でしょ。そうそうそう、川崎の試合。イエーイ。ちょっと川崎と横浜とはちょっと合ってる。合ってるね。ほぼ自社ゴリした一緒。よし、もう分かるから。ちなみにその時の思い出って何かありますか。あのね、すごい忘れられない思い出があって、あのね、そのなんか一緒に車に乗せてくれて、でその川崎マリエの駐車場に着いて、で、あの応援、もうその友人の試合を応援する、でも結構時間もギリギリで急がなきゃいけないみたいな感じで車から降りて、もう行くって時になんかいきなり車に、あ、ちょっと待って先に行ってたよみたいな感じで車に戻ったんだよね。でそしたらなんか被ってなかったのに、いきなり帽子かぶったの、でなんか行くみたいな感じになって、でなんか、え、なんだろうみたいな、なんかまあだから周りを気にしてなのか、まあね、あのバレたくないみたいな感じがあったのか、なんか私的には、え、なんでだろうってこう思いながら行ったんだよね。そう、そしたらその時はその答えも分からず、だけど結婚してなんかのタイミングで、いや実はあの時さっていうのがあって、何が起きたんだっけ。俺ね、多分緊張しすぎて
車ドアを開けて閉めようと、まあ普通に簡単にさ、ドアなんて開け、ドア開けて閉める作業あるでしょ、うん、はい、あれなんていうか、もう緊張しすぎて早く行かなきゃと思って閉まる前に、体がまだ出る前にドア閉めてて、ドアがここにポンって当たって自分でだよ、自分で閉めてここにバーンって当たって血がビャーって出ちゃったの。そうで、もう恥ずかしくて咳っててやばくない、もうこっちはブワーって出て、すぐコンビニ行って洗って、でも血出てるんだから嫌われちゃうと思ってさ、帽子かぶったね、帽子かぶってこうやって、帽子はここまでのこうやってかぶってそうそう、なんかね、斜めにかぶってたんですよ、ここ黒い帽子を、なんでだろうと思ってこのままデートした。そうでね、その時全然気づかなくて、もう一つオチがあって、で、ビーチの応援行くでしょ、で、うわーってなって、じゃあもうあの試合も終わったし、じゃあこれから江ノ島行こうかみたいな感じで車で戻ったら、運転席のドアが全開だったんですよ。テンパりすぎて、もうテンパりすぎてドア閉めなきゃいけないのに窓を開けてたりしてて大丈夫みたいな。いやー、分かった、あれは窓か、窓が全開だった、窓が全開だった、そう、全部全部開いてて、なんかこれ車掌嵐かなんかじゃない、大丈夫かなって言ったら、なんかすごい、大丈夫大丈夫、何も取られてないし大丈夫、早く行こうよみたいな感じで、でもなんか何もないことのようにするんでね、そう、これも血が出てることをバレたくなかったね、っていう思い出です。初デートがありました。まあでも当たると思いますよ、って言いながらさっきも当たったじゃん、ね、俺すごいから。マスシマ家の、うん、2020年を漢字一文字で、うんうん、漢字一文字？マスシマ家の漢字一文字は去年1年間も、うん、何でしょこれ無理じゃん。いや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 、マスシマ家無理じゃないです。どうしよう、これは出たらもうでもすごいですけどね、うん、したらもう僕らも気持ちよく負け認められます。なるほどね、マスシマ家だもんな、はい、みーちゃん、最後の問題が分かんない。なんだろう、このみーちゃんの味がず、異常味ずあ、もうでも私はこれかなっていうのを書きます。あった、なんかいろいろ総合的に、総合的に考えたらもうこれいきますか、はい、最後一問、はい、せーの、ドン。私はあの合わせるっていう字。マシマさんは合わせるっていう字。違います。引退の日。あー、迷ったけどね。いや、マスシマ系だから。引き合いみたいな。引き合い、引き合い。うまい、うまい。いやー、シャルさん、なんで合わせるっていう。いや、なんか、まあ去年はすごい、まあコロナの時間もあって、家族の時間もすごい多かったんだよね。だからなんかこの家族の力を合わせるみたいな、で引退もあったし、なんかその環境の変化じゃないけど、なんかほんと最後はたっちゃんの引退に向けて、なんか家族みんなでなんかいい現役生活を終えれるようにみたいなので、子供たちもなんか多分いろんなことを感じて、なんかこう合わせてくれてた気もするし、応援に最後に行ったりとか、なんか最後家族の力を合わせたっていうのが私の印象なので、これにしました。なんで残念なん、いやー、引退の意味もね、ちょっと迷ったんだよ、自分のことしか考えてない。引退の引退、そっか、なるほど、なるほどね。じゃあこれ5対5なんで、じゃあラストじゃ考えてよ、サドンデスしますか。じゃあ、サドンデス、はい、これだね、決まったら、はい、俺らの勝ちね。これは僕らの答えは知りません。知らない、はい、いきます。はい、ミレイちゃんの将来の夢は、うん、2人書いてもらった後に本人に聞いてみます。なんて答えるんでしょうか。そうだよね、みーちゃん言わないで、水でも、どうしよう、ちょっと待って、ちょっと待って。だからそうだね、俺らの希望じゃなくて、ミレイが今思うことってことでしょ、うん、あ、オッケー、みーちゃんのパパを書いてくれました。上手だね。だから、一人でも会えばまた引き分けなんで、もう一問ですね。二人でも会えば、お二人の勝ちで、一問も当たらなかったら僕らの勝ち。あ、でもどうだろう、ちょっと前はね、絶対これだったの。でもね、今は正直わかんない。
最近聞いてないから。難しいんだけど。そうですよ、ね、なんか聞くタイミングによって変わりそうな。確かに流動的かなり、はい、日替わりみたいなもん読むか。3歳児の大きくなったらなんて。え、みーちゃん、なんか今日なんでイチゴ食べてるからイチゴとか言いそうだし、イチゴみたいな、だって好きだから言いそうだ。あ、だパパ、はい、はい、じゃあ、はい、せーの、じゃあ先にさ、みーちゃんに聞いてもらう。そうだ、あ、そうですね、みーちゃん、みーちゃんに質問です。みーちゃんの将来の夢は何ですか？大きくなったら何になりたい？大きくなったら大丈夫、大丈夫、ねえぞ。正解！みーちゃん！すげえ！みーちゃん来た！やったー！すごい！みーちゃん、ねえぞこになりたいんだよね？ねえぞこ！ねえぞこ！ちなみに増島さんはファントミラージュ。ファントミラージュってのはどうですか？ノー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 。ファントミでしょ？ファントミ。で、下でよく見てる YouTube。なんかね、ファ、なんかテーラームーンみたいな。テーラームーンわかる？テーラームーンの最新、最近のやつ。いや、ねえ、すごい。嬉しい、勝ちじゃない、うちらの勝ち。イエーイ。二人会ってないそうだね。でも、ミルと会った時は、すごい、そこはサッチャーより会うの難しいよ。じゃあ、流星次呼ぼうよ。次、流星の将来夢聞いて、うん、で、うん、じゃあ1位もう1人でも当たったら、うん、あっ !OK、 ですね、はい、サドンデスの本当の最後の大きくなったらね、あ、分かった分かった分かった、はい、ママはい、書いた、お、流星選手、流星選手、え、来て、見てくれ、流星パパ、流星選手に質問します、うん、流星まだ字読めないから、いいですか、うん、流星選手の将来の夢を教えてください。夢大きくなったら何になりたいですか？言って、スケボー、何も言って、スケボー、スケボーの選手、せーの、でーす。まあ、しょうがないですね、勝った、2人とも成功です。の勝ちだな。これはもうちょっとさ、楽勝、ね、お互いのことはそんなに知らないけど、子供のことはよく知ってたってことですか？ねずこにはびっくりだ。私も、まあ、そうです、ねずこはアドバイスなんで勝負が決まってます。いやー、気持ちいいわ、やったー、やりました、いいね、これでもう今日はただ働きだ。やばい、いやでもよかったね、よかったよかった、うん、いや改めて、いや私本当に今日カレーが大好きっていうのに、一番好きな食べ物でカレーっていうのは本当この10年で一番衝撃かも。せーの、チャンネル登録よろしく。